世でいういい包丁は楽勝で作れると思ってたので、だけどひっくり返るものを作らんといかんわけじゃないです。ほんで中央線さっき言ったら誰もわからん世界っていうか理解してもらえんかもしれん。だけど理解してもらったら、比較対象がいない世界なのでやっていけるかなと。でもそういう、比較対象がなくてこれしかないって言われるものが作れれば、まあいつ死んでもいいかなと思ってましたね。